皆さんこんにちは。 JAF モータースポーツニュースダイジェストです。今回もナビゲーターは私ピエール北川がお送りいたします。さあ、各選手権も夏の本格的シーズンに入ってきました。盛り上がってますね。今回も私はですね、現地からお届けをしていくわけなんですけれども、今回は全日本ラリー選手権の舞台、ラリーカムイ2019からお送りしていきたいと思います。全日本ラリー選手権はいよいよ第6戦目を今シーズン迎えています。この大自然の広大な舞台をですね、展開をするそのラリー、毎年ですね、ダイナミックな展開で非常に面白いラリーになるわけなんですけれども、今年はどのようなドラマが展開されていくのか本当に楽しみですね。ぜひ皆さんも期待してください。この第6戦の模様につきましては次回の放送でたっぷりと、そして細かく、私ピエール北川が現地リポートをさせていただきたいと思います。お楽しみに。さて、今回の特集なんですが、スーパーフォーミュラのバーチャルシリーズ、こちらを取り上げていきたいと思います。今回はその第1回の大会、なかなか見応えのある超リアルなバトルが展開されたそうです。それでは早速特集をご覧いただきましょう。スーパーフォーミュラのバーチャルシリーズ第1回神奈川大会です。どうぞ。JAF 認定スーパーフォーミュラバーチャルシリーズの記念すべき第1回神奈川大会がイオンモールザマで開催されました。プレイステーションのソフトグランツーリスモスポーツで戦われるこのシリーズは、第1回神奈川大会、第2回西東京大会、第3回三重大会を戦い、各大会の優勝者と準優勝者だけが鈴鹿サーキットで開催される最終戦、鈴鹿グランド大会に出場できます。今回の第1回神奈川大会の会場イオンモールザマには、事前エントリーと当日エントリーの60名を超える参加者が集結。このバーチャルシリーズの意義について、主催の日本レースプロモーションの山本さんにお話を伺いました。まあ、今年の3月に、まあ、有名な、ね、グランツーリスモスポーツっていうソフトに、今年から導入される SF19 っていう新型車両が導入されると、でようやくそういう形になったということをきっかけにして、ぜひバーチャル、バーチャルな世界でもリアルな世界に誘引していければ、ぜひお客さんに来ていただければというのが一つの大きな動機ですね。グランツーリスモスポーツっていうのは、まあ、ゲームソフトの、レーシングゲームソフトの中では、まあ、最も有名なソフトだと思うんですね。全世界の方々に同時にスーパーフォーミュラっていうマシーンをですね、楽しんでいただけると、ようやくそういう窓が開いたということ、これが2つ目としては非常に大きいことではないかと思います。今回の神奈川大会では、子どもたちの乗車体験ができるスーパーフォーミュラの車両も展示されており、また富士スピードウェイもブースを出展。子ども免許証が発行できる JAF のブースには多くの親子連れが訪れ、にぎわっていました。今シーズンリアルの全日本スーパーフォーミュラで導入された新型車両 SF19 がグランツーリスモスポーツで忠実に再現されています。今回使用する SF19 にはオーバーテイクシステムも搭載されており、非常にリアルなバトルが期待できます。今回のゲスト解説者の千代勝正選手は、昨年の全日本スーパーフォーミュラ選手権でも活躍したレースドライバー、今回エキシビションレースにも参加した千代選手にリアルのドライバーとしての感想を伺ってみました。実際僕、昨年までこのスーパーフォーミュラのマシンに乗っていて、もう本当に音も一緒だし、こうステアリングが伝わってくる感覚だとかスピード感とかもすごく近くて、でこうドライビングでこう工夫した部分がこうタイムにしっかり影響されて、やっぱり失敗したらそれだけタイムを下ろすし、すごく、まあ、シビアな部分も似てるし、こう走るこう迫力みたいな部分もすごく あって、なんかこう乗っててすごい楽しいから、もっとなんか練習したいなと思いましたね。予選は富士スピードウェイを使用した4分間のタイムトライアル形式、非常に高度なテクニックで白熱したレースが展開し、上位12名が準決勝に進みました。準決勝では東京エクスプレスウェイ南ルート内回りのコースを4周するレース形式で行われ、都心を SF19 で走るというコース設定に会場も大いに盛り上がり、決勝へ進む6人が決定。
中でも注目は圧倒的なタイムで予選をトップ通過したカルソニック選手。カルソニック選手は GT アカデミーのファイナリストにもなった、この世界では有名な選手。2019年からはプロゲーマーとしても活動を始めています。準決勝ではスタートでちょっと失敗してしまって、ちょっと危ないシーンもあったんですけれども、ただその後はちゃんと自分のペースを取り戻して、しっかり自分らしい走りをして、1位で終われたので、まあ、このままの勢いを持って、まあ、決勝の方に挑めたらいいなと思います。スーパーフォーミュラバーチャルシリーズ第1回神奈川大会決勝です。ポールポジションはカルソニック、2番手スタートはクロミ、3番手スタートは道高、4番手スタートはリオネル、5番手スタートはユータ、6番手スタートはニコロズ。富士スピードウェイ6周の決勝レース、カウントダウンからスタート。2番手スタートのクロミが好スタート。ポールポジションのカルソニックアウト側に振りますが、クロミが前に出て1コーナーへ。ホールショットはクロミ。2番手はカルソニック、3番手道高、リオネル、ニコロズ、ユータと続きます。5番手争いはニコロズとユータ。ユータが前に出ますが、バランスを崩した4番手リオネルと接触、ユータはコースアウト。2周目に入ってトップクロミ、インからカルソニック、サイドバイサイド、そして前に出ます。カルソニックはコカ・コーラコーナーをアウトからかぶせてトップへ浮上。レースは3周目、トップカルソニックとクロミ、テールトゥーノーズ。クロミがアウトに持ち出してサイドバイサイド、そして1コーナーへ。カルソニックはトップを守ります。4番手争いはニコロズとユータ。ユータが4番手に上がります。5周目、3番手リオネルは徐々に前との距離を詰めてきています。2番手クロミはアウトから1コーナーへ。カルソニックが守ります。そしてトップ3台の距離がなくなってきました。ファイナルラップ、カルソニックとクロミの激しいトップ争い。アドバンコーナーでクロミがアウトに少し膨らんだところにリオネルがインに入ってサイドバイサイド、リオネルは2番手浮上。リオネルはトップのカルソニックを猛追しますが、カルソニックも逃げます。接近戦を制してカルソニックがトップでチェッカー。2位は後半追い上げたリオネル、3位はクロミ、4位ユータ、5位道高、6位ニコロズ。鈴鹿サーキットで開催される鈴鹿グランド大会にはカルソニック選手とリオネル選手が出場権を獲得しました。そうですね、まあ、やっぱりお客さんは見てくれたようで、まあ、しっかり見せなきゃいけないなという思いもあるんですけども、ただあくまで大会なので、もうレースもシートについた瞬間に絶対もう恥のないレースをしようという気持ちを持ちながら挑んでました。スーパーフォーミュラのバーチャルシリーズはまだ始まったばかりですが、デジタルモータースポーツは無限の可能性を秘めています。バーチャルシリーズのいいところは、まあ、誰でも参加ができて、で本当に、モータースポーツこれからやってみたいなと思う人のこう練習する場というか、こう才能をこう発掘する場でもあるので、そういった意味ではいろんな人に挑戦してもらって、本当これをやってちょっと自分才能あるかもしれないな、挑戦してみたいなと思う人が一人でも、ね、増えてきてもらって、こうモータースポーツ界が、ね、どんどん活性化されたら嬉しいなと思いますし、今後すごく可能性のある、ね、あの取り組みじゃないかなと思います。ぜひバーチャルのこのシリーズを通して、実際のドライバーですね、リアルな車をドライビングするところにぜひご興味を持っていただいてですね、ぜひチャレンジしていただいて、相当興味をお持ちになってますから、そういうものも実際あの JAF さんと一緒にねサポートしていけたらいいなというふうに思いますね。
バーチャルの世界から誕生した若い日本のゲーマーたちがリアルのスーパーフォーミュラや F1 のレースに出場する、そんな夢も遠い未来の話ではないかもしれません。誰でも参加できるスーパーフォーミュラバーチャルシリーズ、あなたもチャレンジしてみてはいかがでしょうか。さあ、スーパーフォーミュラのバーチャルシリーズいかがでしたでしょうか。まあ、あの最新型のですね SF19、 もうこれが忠実に再現をされたものを使って素晴らしいバトルが行われましたよね。まあ、解説としていつもピットリポートなどでもおなじみのレーシングドライバー千代勝正選手も言っていましたけれども、まあ、音もそれからハンドルのフィーリングも忠実にまあ再現されているということで、例えばアンダーステアやオーバーステア、そしてスリップストリームの感覚などもかなりリアルに近いそうです。私もですね、機会があればぜひこちらのですね SF19 乗ってみたいなというふうに思いました。興味のある方はぜひ各会場で皆さんも楽しんでみてください。さあ、それではここからは競技ダイジェストです。全日本スーパーフォーミュラー選手権第3戦がスポーツランド菅生で開催されました。予選 Q3 ではセッション前に雨、全車が早めにアタックを開始。しかしアタックラップ中のアレックス・パローと牧野忠介がそれぞれ SP アウトコーナーでコースアウト、セッションは赤旗中断。この後予選は中断のまま終了の決定が下されました。アタックを終えていたのは山本直樹ただ一人でした。本当に今回今まで変わらなかったルールも変えていただいた部分はあるし、本当にみんなで今スーパーフォーミュラを良くしようと、もっとより良くしようとみんなで頑張っているので、まあ、今回こういうふうな終わり方にはなってしまったんですけど、また今回の反省を踏まえてまたさらにいい予選、明日決勝がありますので、いいレースを皆さんにお見せできるように頑張りますので。第3戦の決勝、ソフトタイヤを装着したのは山本、アウアー、牧野、パロー、ハリソン・ニューウェイ、関口雄飛、中島和樹の7台。スタートでソフトタイヤを選択したチームは後半までできるだけ前に行って、終盤ミディアムタイヤに交換して逃げ切る作戦。ミディアムタイヤを選択したチームは前半早い時期にソフトタイヤに交換し、燃料を節約しながらそのまま最後まで走り切る作戦と思われます。シグナルオールレッドからブラックアウト、山本が好スタート、2番手野尻、3番手アウア、小林カムイも一挙に加速、4番手に浮上。トップ山本はソフトタイヤで一挙に引き離していきます。1周目終了、ミディアムタイヤでスタートした野尻、小林カムイ、福住リレーなど6台がピットイン、ソフトタイヤに交換。各社コースに戻りますが、ピット作業で順位が変動。小林カムイは給油を行ったためニック・キャシディの後ろでコースに戻ります。給油をしなかった車両はゴールまで燃費走行を強いられることになります。この後2周終了でダニエル・ティクトゥム、3周を終えて国本雄二、石浦博明などミディアムでスタートした車両は次々とピットインしてソフトタイヤに交換。トップを快調に走る山本、九州の時点で2番手アウア、3番手牧野、4番手ニューウェイ、5番手平川亮のオーダー。レース前半はこのまま膠着状態となりますが、平川はスタートからミディアムタイヤのまま5番手をキープ。9番手野尻以下はピットインを消化しており、17周の時点でトップ山本との差は36秒72に。20周を終了して平川がピットイン、給油してソフトタイヤに交換。塚越広大の後ろでコースに復帰します。中盤山本は徐々にペースを上げ、2番手走行中のアウアーとのギャップを4秒以上広げていきます。49周目終了でソフトタイヤでスタートしたニューウェイがピットに入りますが、給油中のトラブルでリタイアとなってしまいます。そして51周終了でトップの山本、アウアー、牧野がピットイン、ミディアムタイヤに交換します。山本とアウアーは野尻の前でコースに復帰。山本とアウアーをソフトタイヤで追いつきたい野尻でしたが、1コーナーでコースアウト、グラベルで動けなくなります。そしてセーフティーカーが導入されます。
このタイミングですかさず見た目トップのパローがピットイン。さらに59周終了で関口が2度目のピットイン、再びソフトタイヤに交換し後半追い上げる作戦です。60周終了でレースは再スタート。全車両がピットインしており、山本がトップに立ちます。2番手アウアー。しかし SP インコーナーの入り口で坪井がストップ、動けません。このレース2度目のセーフティーカーが導入となりました。65周終了でレースはリスタート。残り3周のスプリント勝負となります。トップ山本は鋭い加速で引き離します。2番手争いはアウアーと小林カムイ。そして66周目、大島和也の後ろに入って前に出られないアウアーをアウトから小林カムイがオーバーテイク。小林カムイは2番手に浮上。昨シーズンチャンピオンの山本、ポールポジションスタートから最後は大差をつけて今季初優勝。小林カムイは見事な追い上げで2位、3位アウアーは初の表彰台獲得、4位キャシディ、5位パロー。ポールからもうセオリー通りの逃げ切るレースっていうのを、まあ、チームと戦略を立てていたので、まあ、それを、まあ、遂行することができ、実行することができて、まあ、満足です。 General, I had a great car. I agree with you. I think at the beginning I was very fast. Maybe in the second phase a bit slower, but still on a very high level. And also don't forget after we had to lap cars and I lost quite a lot of time to be honest there. Ben General was a great car and the engineers and mechanics did a top job to prepare it that well. はい、それでは改めまして皆様大きな拍手をお送りください。フォトシュートです。どうぞ。全日本フォーミュラー3選手権第9戦決勝がスポーツランド菅生で開催されました。予選では一時強い雨が降りましたが、スタート前には天候も回復しドライコンディション。ポールポジションは宮田理とも、2番手スタートは小高和人、3番手スタートはシャルル・ミレッシ。On the first round in Suzuka we were struggling a bit with the car、and since Autopolis the car improved a lot, the team improved a lot、every time we were learning a lot of the car, the engine, everything, so it will get better and better during the season and we hope like at the end of the seasonWe can fight for victory and a lot of podiums. オールレッドからブラックアウト、決勝スタートです。各社クリーンなスタートからポールポジションの宮田が前に出ます。2番手小高、3番手ミレッシ、5番手スタートのサッシャ・フェネストラズはエナム・アーメドをパスして4番手に。2周目1コーナー、大湯俊樹がアーメドのインに飛び込みますがアウトに膨らみます。このタイミングで後ろからインをついたのは大津弘樹、2台をかわして5番手まで浮上。マスタークラスのトップ争いは山口大六とドラゴン、ドラゴンがインに突っ込みますが山口と接触、山口はスピン、2台ともコースアウト。山口はコースに復帰、ドラゴンはグラベルにストップ。結局山口も最終コーナーでストップ、セーフティーカーが導入されます。8周終了でレースはリスタート。トップ宮田は一気に前に出ます。3番手争いはミレッシとフェネストラズ、フェネストラズはミレッシをオーバーテイクして3番手に。ミレッシは10周を終えたところでピットに戻りリタイアとなってしまいました。後半は独走となった宮田が大差をつけてポールトゥーウィン、ファステストラップも獲得しフルポイントでの優勝。小高は2位獲得でトムスのワンツーフィニッシュ、フェネストラズは3位、マスタークラスは久保田勝明が今季初優勝。トップである以上多分抜かれることはまずないと思ったので、落ち着いてファステスト狙えばフルマークは取れるかなと思ってました。SP2 個目でちょっとダウンフォース抜けちゃって、そこでちょっと離れちゃって、で結局まあ1コーナーで並ぶってこと、ところまではちょっと持っていけなくて、まあ、悔しいというか、まあ、もうちょっとうまくできたんじゃないかなとは思います。第10戦の決勝、ポールポジションは宮田、
2番手スタートは大湯俊樹、3番手スタートは小高、ミレッシはマシントラブルのため欠場。第10戦25周がスタート。好スタートを切っていきなりトップに上がったのは大湯、2番手は宮田、スタートで伸びない小高をかわしてフェネストラズが3番手。アーメドも小高をかわして4番手。2周目の8番手争いはアメア・ベイディアナさんと河野俊介。後方ではマスタークラスの山口大六がコースアウト、セーフティーカーが導入されます。5周終了でレースはリスタートすると、トップ大湯は一挙に加速して2番手宮田を引き離します。3番手はフェネストラズ、4番手争いはアーメド、小高、片山義明。トップ大湯に2番手宮田が迫りますが、大湯もポジションを守ります。18周目の3コーナー、ドラゴンがグラベルでストップ。このレース2度目のセーフティーカーが導入されます。22周終了でレースはリスタート。トップ大湯は迫る宮田を振り切って嬉しい全日本 F3 初優勝。参戦2年目にして初優勝の大湯、2位宮田、3位フェネストラズ。まあ、本当にこの一勝ができたっていうのはチームにとってもプラスになりますし、まあ、今後の弾みにもなると思いますし、本当にそういった意味でも、まあ、嬉しい優勝でしたね。レース後36号車に対する抗議があり、正式結果はご覧の通りとなりました。スーパー GT ラウンド4決勝がチャンインターナショナルサーキットで開催されました。 GT500 がスタート。ポールポジションのワコーズ 4CR LC500、 2番手スタートのウェッズスポーツアドバン LC500、 レクサスが前に、3番手に AU LC500 が上がります。そして GT300 もスタート。ポールポジションのホッピー 86MC が好スタート。リアライズ日産自動車大学校 GTR、 D ステーションバンテージ GT3 と続きます。リアライズ GTR はホッピー 86MC をかわしてトップに立ちます。3番手は D ステーションバンテージ、4番手ゲイナータナックス GTR、 大外から ARTA NSX GT3、 しかしオーバーラン。6周目トップワコーズ LC500、 2番手ウェッズスポーツ LC500、 しかし AU LC500 がウェッズスポーツ LC500 をオーバーテイク、2番手浮上。GT300 の2番手争いはホッピー 86MC、D ステーションバンテージ、ゲイナータナックス AAA GTR の3台。D ステーションバンテージがインに入ってオーバーテイク、2番手浮上。さらにゲイナー AAA GTR もホッピー 86MC をかわして3番手。29周目、2番手に上がった AU LC500。インからワコーズ LC500 に並ぶと難なくオーバーテイク。AU LC500 の中島和樹トップに浮上します。トップ AU LC500 30周を終えてピットに、2番手ワコーズ LC500 も続いて同時ピットイン。トップ AU LC500 は中島から関口雄飛へ、しかしピット作業を済ませたワコーズ LC500 が AU LC500 の前に出ます。ワコーズ LC500 は再びトップでコースへ復帰します。35周目の3番手争い、キーパートムス LC500 が京浜 NSX GT をアウトからパス、3番手浮上。37周目、モチュール無限 NSX GT がストップ。 ARTA NSX GT もコース上にストップ。
リプレイです。モチュール NSX とレイブリック NSX GT が接触、さらに後ろから ARTA NSX が接触、これによりセーフティーカーが導入、モチュール NSX はリタイアとなりました。レースは43周目にリスタート。トップはワコーズ LC500、 2番手 AULC500、 3番手キーパー LC500、 3台のレクサスがトップ争い。キーパー LC500 のニック・キャシリー、インに飛び込んで AULC500 の関口をパス、スペースのなくなった AULC500 はコースアウト、順位を落とします。後半のトップ争いはワコーズ LC500 とキーパー LC500 の一騎打ち。キャシディは激しく攻めますが、山下健太もトップを守ります。レースも終盤、 GT300 D ステーションバンテージがスローダウン、タイヤ無交換作戦でしたが、ここに来てリアタイヤのトラブル。 GT300 のトップ争いはリアライズ GTR とゲイナー AAA GTR、 2台の GTR、徐々に差を詰めてきたゲイナー AAA GTR がインに切り込んでオーバーテイク。リアライズ GTR はアウトに膨らんでコースアウト。最終ラップでゲイナー AAA GTR がトップ浮上。 GT500 は最終コーナーを回ってワコーズ LC500 がトップを守り切ってポール2ウィン。2位はキーパートムス LC500、 3位はウェッズスポーツ LC500。 GT300 はゲイナー AAA GTR が劇的な逆転優勝、2位はリアライズ GTR、 GTR がワンツーフィニッシュ、3位はレオンピラミッド AMG。 大島和也にとっては通算5勝目、山下健太にとっては GT500 初勝利、2位のニック・キャシディも健闘を称えます。ゲイナー・タナックス AAA GTR は今季初優勝、石川啓司は嬉しいスーパー GT 初優勝。 GT500 はレクサスが表彰台独占。全日本ジムカーナ選手権第6戦がオートスポーツランド砂川で開催されました。土曜日に行われた公開練習は朝から降り続く雨で完全なレインコンディション。日曜日の決勝は雨も上がり、コースに一部濡れたところが残るドライコンディションでスタートしました。 PN1 クラスでは第1ヒート、シリーズランキングトップの小俣陽平がパイロンタッチで下位に沈み、小林憲寿がトップに立ちます。第2ヒートに入ると日差しが戻り、路面温度も上がり始めます。すると斉藤邦夫がクラスで唯一の37秒台を叩き出し、今シーズン初優勝。後半戦に向け絶好のスタートを切りました。まあまあ頑張りました、ドライバー的には。要は、タイヤのコンディションと路面とこの天気と、まあなんとかうちの方にこう有利に働いて、天気がタイヤの方に合わせてくれたっていう感じで、まあ結果的にはうまく走り切ることができましたね。まあライバルも強いライバルがね、より今年は、たくさんいますから、まあシリーズ的にはちょっと辛いと思うんですけど、まあ一戦でもなるべくね、多く優勝できるようにね、頑張っていきたいと思います。 PN2 クラスは第1ヒートで山野哲也が1分36秒567と唯一36秒台を叩き出し、2位の川本浩一に1秒3の差をつけてトップに立ちます。第2ヒートに入ると山野は若干タイムを落としたものの、36秒台のタイムをキープしてシーズン5勝目を挙げました。金曜日は曇りで路面安定してる、で土曜日大雨、水たまりたくさんで、日曜日はまあ晴れて、でも路面はちょっと、砂利っぽいというか、まあ、そういう3つの路面を1つの週末で体験できて、全てにおいて早かった、そこに優勝がついてきてくれたので、まあ、最高の週末だったと思います。 PN3 クラス第1ヒートでは川北忠がここまで優勝を分け合っている西野陽平と優をコンマ差でかわしトップタイム。第2ヒートもタイムを削り1分37秒868とベストタイムを更新、唯一の37秒台で昨年の第2戦玉田以来の優勝を勝ち取りました。
まあ、雨上がりで結構コース上もダスティーだったんで、まあ、きっちり走ろうと、うん、ちゃんとタイムを残して帰ってこようというのを目標にしてました。で2本目は、まあ、もう少し曇った状態で走ってタイムアップできるかなと思ってたんですけど、ちょっと日が出てきて透明温度も上がったんで、うん、1本目ちょっと、修正しきれなかったところをきっちり修正して、いければコンマ1ぐらいはなんとか絞り出せるかなっていうところで、まあ、渾身のアタックをしました。はい、うん、毎戦毎戦ね、やれることをきっちりやって少しでも上位に行けるように、うん、頑張っていきたいと思います。 SA1 クラスでは前戦で今シーズン初優勝を挙げた小竹拓也と表彰台を逃した一色健太郎の争い。第1ヒートは一色が1分36秒527で暫定トップに立ちます。第2ヒートでは小竹も第1ヒートのタイムを更新するものの一色には届かず、一色が今シーズン3勝目を飾りました。車の方の不具合があったんですけど、もうそれをいろんな人に助けてもらって、でそれがもう解決できて気持ちがなんか晴れたっていうところがなんかこうすっきりして、でもう攻めることしか考えることがなくて、で攻めて走ったらおタイム出たなっていうところですかね。これで3勝目なんですけど、3勝目以外が、まあ、表彰台に全然上がれず、5番5番みたいな感じなので、ちょっとそこを、まあ、安定して上位に、まあ、入れれるように頑張る。ただし守りには入らないっていう難しいところなんですけど、そこから後半戦ちょっと頑張っていきたいなと思います。SA2 クラスは高江純が全日本から唯一の参戦。第1ヒート第2ヒートともに地元の北海道勢に3秒以上の差をつけて今シーズン3回目の優勝。どうぞもう一度大きな拍手をお願いいたします。おめでとうございます。ありがとうございました。 SA3 クラスはここまで全勝の西森健が第1ヒートで1分34秒135と唯一の34秒台を叩き出し暫定トップ。第2ヒートはパイロンタッチでタイムを落とすものの、タイムを上げてきた久保慎吾を振り切り6連勝でシーズン全勝をキープ。次戦の三河で早くもシリーズチャンピオン確定の可能性も出てきました。さあ、いかがだったでしょうか。ダイジェストでそれぞれの競技をご紹介をさせていただいたわけなんですけれども、いやそれにしてもスーパーフォーミュラですね。昨年のチャンピオン山本直樹選手、まあ、チームを移籍いたしましてね、ようやく今シーズン初優勝ということになりましたけれども、まあ、予選では須郷のコースレコード、従来のコースレコードを大きく破る1分3秒台という未知の領域に入ってきた。いや調子は絶好調だと思いますね、山本直樹選手。まあ、これから山本直樹選手のですね、その連勝が続いていくのかどうなのか、シーズン後半も皆さん楽しみにしていただきたいと思います。ぜひそんな選手たちの頑張りを皆さんもですね、サーキットやそしてそれぞれ各競技会場でですね、その生の迫力を皆さんもご覧になってほしいと思いますので、お出かけください。さあ、ここからはご覧いただいておりますように7月後半の競技会スケジュールをお届けしましょう。2019年 JAF 全日本フォーミュラ3選手権は第13戦、14戦、15戦とスポーツランド都合で7月の26、27、28と行われます。そして JAF 全日本ラリー選手権は第7戦、秋田県の横手ラリー2019初開催となりますね。7月26、27、28です。そして全日本カートの方は FS125 部門、FP3 部門が西地域の第4戦として7月の27、28神戸スポーツサーキット。そして最後に全日本ダートトライアル選手権は第7戦丸和オートランド那須で7月の28日開催となります。ぜひ皆さんお近くの競技会場にお出かけください。さあ、ということで今回の特集はスーパーフォーミュラのバーチャルシリーズ、こちらをお送りいたしました。まあ、モータースポーツもですね、リアルだけではなくバーチャルの世界に、まあ、シリーズも一歩踏み入れたと、足を踏み入れた感じがいたしましたけれども、さあこれから今後どのようなこのバーチャルシリーズ展開を見せていくのか、 e スポーツから目が離せませんね。さあ、ということで次回の放送はですね、皆さんお待ちかねの全日本ラリー選手権ラリーカムイ2019をたっぷりとお届けしたいと思います。現地から私もいろいろとリポートしていきますので、どうぞ楽しみにお待ちください。
そしてこれからいよいよ夏本番を迎えますので、現地で観戦の皆さん、暑さに負けないように体調管理も気をつけてくださいね。ということで皆さん、次回の放送でお会いしましょう。さようなら。